貴様が言っても無駄だ。それよりこの俺を半殺しにしろ。今すぐだ。え、ふう、お待たせしましたね。第2回戦といきましょうか。化け物め。どうり、ちょっと待って、父さんから受けた弾の位置がなくなってる。ブレードとは日本チェイクとは日本とは俺たちサイヤ人が死の一歩手前で復活したときに強さが増すことは分かっただろう。さっさとこの俺を半殺しにするんだ。自ら死にかけても効果はない。貴様がやるんだ。一瞬で治療することのできるあのナメック星人のガキがいたことは幸運だったんだ。いくら大嫌いなお前だって、そんなこと、もうすぐ悟空も蘇ることだし。カカロットは下級戦士だ。あれ以上強くはなれん。よし、この姿のままでもあなたたち全員を始末するのは簡単なことですが、殺す前に死よりも恐ろしい究極のパワーというものをご覧に入れましょう。今のうちなら間に合う。早くやれ。うわー、それでいいんだ。ごはん、この場を離れるんだ。はい。何？この俺は直せんだと。お前も僕の仲間をたくさん殺した。そんな奴は直せない。なんだと。僕はあの人を助けてくる。大丈夫ですか？すまない、助かった。クリリンさん、
ベジータを。サイヤ人は死にかけてから復活すると強くなるのはお前も知ってるだろ。だからあいつわざと半殺しの目に。そうだったんですか。デンデ、気持ちはわかるけど、今はベジータもいなきゃどうしようもないんだ。でも直してやってくれ。今の俺にはフリーザは倒せん。なんだ、フリーザか。変身が完了したんだ。デンデ、お願い、ベジータを直してやって。チッ、もたもたしやがって。フリーザでも何でも来やがれ。俺はたった今スーパーサイヤ人になったんだ。姿が見えてきたぞ。あれがフリーザの正体？小さくなってさっぱりしちまって迫力が。外見だけで実力を判断するなといういい見本だ。今までの方がずっと可愛かったぜ。苦労させて願いを叶えてもらったがすまなかったな。お前たちを助けられそうもない。ナメック星人がお前たちを復活させていたのを見させてもらったよ。でもこれで復活はできない。さて始めようか皆さん。約束でしたよね。地獄以上の恐怖を見せてあげるって。なんてスピードだ。あれがフリーザの正体か。だが今の俺ならやれる。貴様らは邪魔だ。引っ込んでよく見ておくんだな。覚悟しやがれ。